ありがとうございます。妙心寺桜霊園のご案内です。妙心寺桜霊園は平成28年3月に新たに開園した本門仏流宗聖光山妙心寺の寺院墓地です。妙心寺桜霊園の3つの魅力をご紹介いたします。寺院墓地ならではの手厚い供養。妙心寺桜霊園は妙心寺に隣接しており、お墓参りと一緒にお寺にお参詣することができ、お塔婆を建てるなどお寺と一体となった手厚い先祖供養をすることができます。横浜駅、新横浜駅からのアクセスが便利。妙心寺桜霊園は横浜駅から2駅目、新横浜駅から3駅目となる横浜市営地下鉄三沢上町駅から徒歩10分、三沢インターの出口から5分という大変便利な場所にあります。十分な緑地帯を備えた美しい環境。妙心寺桜霊園は従来の納骨壇とは違い、広い敷地内に十分な緑地帯を備えた落ち着きのある美しい景観となっております。妙心寺桜霊園ご購入の条件は、妙心寺信徒の方、墓地購入を機に信徒となる方となります。桜霊園に建立される墓石及び付帯工事については、桜霊園専属業者安西石材店が受けたまわります。妙心寺桜霊園の永代使用料はご覧の通りです。妙心寺の寺院墓地だからこそ、お亡くなりになったご先祖様はもちろん、ご家族の皆様にも本当の仏教の尊さ、ありがたさを実感していただけます。この機会にぜひご検討ください。ありがとうございます。